ダークラザリング最終回。第25話神を討伐する呪いに対するみんなの反応。愛ちゃん、大丈夫かな？ついに最終回か。OP なし。そうだ、お見舞いメッセージ、無事なら返事くらいは。おわ、愛ちゃん。はや、はや、秒で電話かかってきた。ノータイムで返信はビビる。うわあん、先生。無事だったか。愛ちゃん、実に久しぶりの登場。愛ちゃんどうしたの、無事？うん、気を失っちゃったけどかすり傷だった。大きな怪我じゃなかったんだ。よかった。かすり傷だった。え、あれでかすり傷ですか？本当によかったのかな？え、私がいたからこんな大きい事故が起きたんじゃないかって、いっぱい人が怪我したんじゃないかって。いい子すぎる。いい子すぎてかわいい。悪いのはあの神様と空房。出会って愛さんではないぞ。私不幸体質なの。周りの人も巻き込む系っていうか、アンラックかな。愛ちゃん、入院先はどこ？え、辛いことがあって考え込みすぎちゃってるだけだよ。実は弥生ちゃんと英子と僕でお見舞いに行こうって話になってるんだ。みんなで話せば気持ちも軽くなるよ。でも、近くに来たらまた。大丈夫。弥生ちゃんもいるし。って情けないけど。でもみんな愛ちゃんのことを心配してる。元気な顔が見たいって思ってるんだよ。ケイタロウイケメン。そんなこと言ってくれる人初めてだよ。ありがとう。待ってるね。いい話やん。愛ちゃん基本泣いているな。先生。うん。絶対行くから。じゃあまたね。うん、バイバイ。あ、入院先聞いてなかった。ケイタロウ、あ、打ち込むのはや。京都中央病院 URL がダークギャザリング。LINE のテンション。ウェルカムの視聴値から。不穏 BGM 提供。提供バックの音楽怖いんだよ。提供の音量大きくてビビった。ということで愛ちゃんの入院先がわかったよ。ってドヤ顔して報告するつもりだったのに。ケイタロウ、心霊現象による昏睡事件で休校。成り代わり霊の集団のメンバーが同級生。しかもこっちの住所が割られてる可能性。情報量が多い。ちょうど、京都行けますね。次第に弥生ちゃんの顔がアップになるの好き。あ、どこから突っ込めばいいの？ていうか英子は何やってんの？監視カメラの取り付け。さも当たり前に何言ってるの？監視カメラの取り付け嬉しそう。すでに設置済みだったのでは？増やした。弥生、これも成り代わりが侵入してきた時のため。ケイタロウ、いや、カメラ多くない。おいおい、何個つけてんの？デスノートかな？できるなら、私だってこんなことしたくなかった。でっか。父でけえ。でかすぎんだろ。けど、仕方ない。仕方ないこと、世の中にはどうにもならないことだってあるんだよ、ケイ君。勢いがすごい。盗撮の正当化だ。大義名分得ちゃった。合法ストーカー行為。映像は私しか見ないし家族に何かありそうならシャミさんたちが守ってくれるって話ついたから大丈夫だよ。わ、はぁ、シャミ子が守ってくれるんだよ。サンキューシャミ子。お前が見るのが一番やべえんだよ。なんか思った以上にすごい話になってきたぞ。とにもかくにもこれで京都に行ける条件は整った。私たちの目的は愛のお見舞い。そして神様との直接対決。会えば9割吹っかけられると思う。先手を取る準備と戦略を用意していこう。策か。京都編前の作戦会議。ここからは真面目にやろう。ケイタロウ、そういえば以前神様を倒したって言ってたけどその時はどうしたの？弥生、基本は呪いで。弱体化に弱体化を重ねて数の暴力でねじ伏せる。数の暴力。デバフは基本。神様を数の暴力でねじ伏せるってなかなかのパワーワードだよね。弥生、でも愛の神様は思ってた以上に強い。しかも本人の力に加え回復薬と最低12人の部下がいるっぽい。そこで勝率を上げるための作戦を考えてみた。これを元に3人でブラッシュアップできればと思う。弥生、現状手元には7人の卒業生がいる。まあ可愛いなお中身。社協分大創業。卒業生おさらい。種持ちポケモン。戦力確認。イカれたメンバーを紹介するぜ。純国金国鬼軍曹。白帝羊乱音切り花魁。千言華厳自陣童子。卒業生の名前だけで楽しい。
残白糖の名前かな。挽回のバーゲンセール。ネーミングセンスが良すぎる。Q 繰り返し F トンネルの霊改め再労され神戸。Q 愛水門の霊改め月食人絶クロアシュラ。名前もらったんだ、トンネルくんと水門くん。そして今日の昏睡事件で強化された宇宙人人形の霊。過渡期の御霊。御霊様。手持ちの悪霊&卒業生一覧助かる。ほんま味方とは思えん卒業生。これでもまだ戦力足りないのか。京都はかつて陰陽師が都を囲う結界を張っていたという。その土地柄と歴史にあやかり弱体化特化の鬼軍曹と花魁を手元に残し他5名を京都有数の心霊スポットに配置してたたりの五芒星の陣を敷く侵略帰京作戦を決行する。五芒星なのね。結界と浜反対。パワーダウン不可避の牢獄に閉じ込め鬼軍曹と花魁による衰弱地獄。弱らせ切ったところで全ての霊を回収し数の暴力で神様を叩き潰す。衰弱地獄。まずはデバフしていくと。数の暴力好きだな。町一つを覆うレベルのたたりを用意するってこと？そう。でも、これ全住民を巻き込むことになるんじゃ。何もしなければそうなる。スケールがでかい。京都丸ごと巻き込むやつがあるかバカ。国土錬成人かな。主人公のやる作戦じゃない。たたられポイントに住んでる人たちごめんなさいだな。やよい、だからここからが本題。用意するものは3つ。呪いの門が刻まれた片白と京都の町そのものの身代わり。栄子、え。慶太郎、町全体の身代わり。京都の町の身代わり、奈良か。うん。現地で町の一部土なんかを回収し素材の一部にして身代わりを作り町を覆う呪いを移す。それよりも重要なのはこっちの片白。普段は人間の身代わりにしてるけど今回は逆。いつもの。かわいい。この片白を本体として神様に身代わりになってもらう。慶太郎、神様を身代わりに、一体どうやって？弥生、この片白を司る一部を神様に刻む。栄子、刻む、あ。このマーク。その通り。私が適当に考えた唯一無二のもん。それを消えない傷として神様に刻み片白とリンクさせる。適当に、こう、え、た。それオリジナルなんだな。おいおいどこの裏原さんだよ。慶太郎、でも神様には回復する力があるんでしょ。あ、英知上司の。慶太郎、自陣同時の呪い。弥生、そう。この子なら消えない傷を負わせられる上この体を通してヒット&アウェイで一方的に攻撃できる。早見有能だな。慶太郎、それでこの2つをどう使うの。弥生、こう組み合わせる。京都の町を覆う呪いを発動せて町の片白にその効果を流し町の片白と門を刻んだ片白に重力の流れに沿ってさらに呪いが流れるようにする。わかりやすいイメージ。迷いちゃんプレゼン資料ちゃんと作ってて以来。そうすればさっきの説明通り門を刻んだ片白の身代わりとなってる神様に町一つを覆う超大規模の呪いが凝縮し降りかかる。神様金箔プレイ。慶太郎、なんてことを思いつくんだこの子は。栄子、なるほど。これなら神様だけに無駄なく呪いの効果を適用できるわけだね。弥生、うん。弥生ちゃんの作戦立案能力よ。君、本当に小学生、定期。作戦がほんとぶっ飛んでるな。身代わりなければ年一つ丸ごと呪えるのね弥生ちゃん。悪霊やら妖怪やらに好き勝手される街、京都。じゃあこの作戦をもとに実現に必要な手順とスケジュールを考えよう。愛ちゃんのお見舞いと同時に神様が仕掛けてくることを前提に。慶太郎、事前に仕込みを終わらせるとすると、こんな感じかな。字が綺麗。弥生、大丈夫。慶太郎、で問題は。弥生、作戦上最重要になる5箇所の心霊スポット。この5箇所を巡ろうと考えている。この1箇所がなぁ。弥生、さすが京都。霊的な土地と言われるだけあってどの曰くも格が高く一筋縄ではいかない気配がすごい。栄子さんも引いてる。慶太郎、神様と戦う前からこんなヤバそうなスポットを巡るのか。栄子、たどり着く前に死ぬかも。地獄の京都スケジュール。もともと心霊スポットなんかい。とはいえ攻略に成功すればリターンも大きい。卒業生を配置できなおかつそこのお化けもゲットできて戦力補充になる。現地で戦力ゲットだぜ。弥生、分霊とはいえ愛の神様はここまで念入りに警戒すべき格の相手。少しも手を抜いてはならない？
ここまで話しておいてなんだけど、二人には今一度京都に行くかどうかよく考えてほしい。弥生、これは正真正銘命がけの戦い。友達のために自分の命を投げ出す行為。怖くなって逃げ出してもおかしくないし、それが普通だと思う。弥生、だからこそ自分自身のことを大切に考えて、その上で決めてほしい。その気があるなら明日の朝うちに来て。弥生さん、今一度覚悟を問う。気割ってる奴いる。今までもそうでは。ただ死ぬだけじゃ済まなさそうなのが怖いところ。栄子、はーい。どうぞー。お化け持って部屋来てってどうしたの？うん？パジャマかわいい。今週栄子でかすぎるやろ。栄子、これを見てほしいの。弥生、何？栄子、見ればわかるよ。お化けが襲ってくるかもだから注意して。弥生、これは、F トンネルの時の。あ、ゆかりんだ。ずっともスライム。あんなプルプル。そう、それを私なりに改良してどんなダメージを負っても物理的に無限に回復する型代にしてみたって、代物で無限修復人形っていうの。聞いた。身代わり人形の異常永久期間やばすぎる本当に。そんな物体より後ろのストーカールームの方がドン引きなんだよな。ついに栄子もここまでたどり着いたか。褒められた。栄子、む、予想してた反応と違う。弥生、私も同じものを考えたことがある。弥生、孤独状態で鍛えるには意味がないから採用しなかった。けどお化けを手に入れて速攻でこれは助手にしたいレベルの才覚。は、博士。と、博士。とりあえず片代は修復しとこう。あ、待って、それはありがたいんだけど実は本題はここからなの。弥生、物置部屋。栄子、弥生ちゃんと京都に行くかどうか考えて考えて答えを出してみたの。なんすかこれ。多すぎ。業者かな。ヒカキン家のトイペかよ。無限修復人形小型改良版を 3D プリンターで量産してみました。 3D プリンター。量産？嘘やろ。そんなことできるんかい。身代わりってだけなら片代のみで中に霊はいらない。長期保存もしないから素材は水でいい。粘土の低さが逆に修復時間を短縮させる。そしてこの数なら私たち全員の生存率は格段に上がる。残機やべえ。なんなんだこの女。このヒロイン。なんなんだ。やっぱ栄子が一番怖いよ。ずっともはトンネル彷徨ってた方が幸せだったかもたましれない。普通の人間に身代わりスライムにされたり、デコイ代わりに大量生産されたり。ぞぞ。あれ？もっと喜んでくれると思ったんだけど。聞くわー。さすがの迷いちゃんもドン引きである。ごほん。これはさすがに予想の斜め上だった。弥生、けど、一緒に戦う。その意志を形にしてくれたことは十二分に伝わった。弥生指揮官部下のやる気を素直に褒めている。栄子、前に呪いを外すために騎士魔人に挑んだでしょ。ってことは神様クラスの呪いってことだよねこれ。だったら、神様クラスの力を見ておかなきゃ。行こう弥生ちゃん。うん。いつもだけど特に明日からはお世話になります。神様クラスに挑むこの一家。はぁ、正直怖い。今まで運よく生き延びた。けどここからはきっと本当にヤバいんだ。でも、ケイタロウの憂鬱。いつもヤバいだろ。今まで生き延びてきたのを運の良さで済ませるあたり、ケイタロウもなかなかの御仁よな。答えなんて、とっくに決まってる。覚悟を決める男ケイタロウ。アイキャッチラスボスたち。アイキャッチ怖いんよ。最終回で新しいアイキャッチだ。見慣れた仲間たち。こっちは味方側か。ふふ、キラッキラ。みんなお見舞いに来てくれるんだ。楽しみだなぁ。ワクワク。かわいい。即ね。伸びた波の速さ。了解。あ、結婚したのか。え、これ私、めっちゃ決まってない。親幸せな夢かな。嫌な予感しかしねえ。愛ちゃんまた夢でやられるのかしろめ。これ相手はフェミニスト神様やろ。似合ってるわよ愛。さすが私の姪っ子ね。お母さん、おばさん。愛、え、おばさんってずっと前に亡くなったよね。え、消え。愛、病院なんで。外科病棟。すでにスタンド攻撃を受けている。おば、愛ちゃん。愛、おばさん。ひ、消え。やべえよ、やべえよ。幸せは一瞬、悪夢は永遠。これはクリスマスに見るのにふさわしいアニメ。何？いやあ、む、服が、やべえぞ。
薄い本展開か。え、いやあ、助けて、戦。強制お着替え。ウェディングドレスから白無垢に。よう、和平を色直し。愛さん受難すぎん。フェミニスト神怖すぎるんよ。あれ、あたし、誰を呼ぼうとしてたんだっけ。記憶が、重い、出せない。助けて、よ、誰か。記憶が消えていく。あれ、あたし、なんで泣いてるの。冷え、助けて。ああ、何か、大切なものがあたしから抜け落ちて、別の何かに、変わっていく。ぐしゃ、まみ、ぶしゅう。うわ、あいあれ、あたしの顔、取られちゃったの。首が、ああ、えぐいて。ライトなサービスシーンからハードなグロという飴とムチ。あいまだ、ある。私が私を見つめていました。これ成り代わられてるのか。成り代わり暗示。神、もうすぐお前の番だ。あい。神様のご挨拶、インパクトが強すぎる。キモすぎだろこの神。己フェミニストの神様めえ。う。という夢を見たんだ。ゆっくり眠ることさえ許してくれない。フェミニストの神様なんでこんな夢見せるんすかね。まさか予知夢なのか。夢？う。先生、幼女先輩、英子ちゃん、怖いよ。怖いよ視聴者の感想。愛ちゃんかわいそすぎる。こんな夢見たら確かにとんでもなくメンタルおかしくなるわ。女の子が、夜は泣いてばかりで涙が止まらないっていうのがよくわかったわ。怖いよ。のセリフ心に来たわ。あ。ケイ君。おお。愛ちゃんとはどの道これからも会うわけで、会って呪い、されるって言うんなら倒す可能性がある分戦った方がいい？気休めにしかならないかもだけど、おばあちゃんから今までもらった神主印のガチお守り全部持ってきたよ。それともう一つ。お守り雨漏り。君ゼロを超えるお守りの数だ。ケイ太郎、ふう、できた。卒業生展開セット。ケイ太郎、もう少し通信周りを整備すれば遠隔で卒業生の解放と封印ができる。そして回収もしやすい。ウィンウィン。ハイテクだ。見た目の割にとんでもねえ道具。それで封印できるんだ。酷使されるエストンネル霊の髪の毛。じゃあ電子機器は私がやるよ。実は期待してた。DIY 強すぎチーム。役回りがしっかりしてる優秀なチームだな。これはぜひとも欲しい道具。ありがとうケイ太郎。ケイ太郎、うん。戦いは弥生ちゃんに頼る部分が大きくなっちゃうけど3人で一緒に愛ちゃんを助けよう。英子、おお。あとは、弥生、これでよし。純米大吟醸。減った。約束を果たしに来た。そしてこれから京都で一戦交える。また大事な役割をお願いしたい。次は、お友達も連れておいで。自陣同時ちゃん。H 上下む。かわいい。うん。違う風味のお酒を持って学びに来る。H 上下ちゃん、次はドンペリでよろしく。交渉&回収完了。次は、ここは穏便に済んだな。世にも珍しい友好的な卒業生クラス例。今となってはほんと貴重であることがわかります。ケイ太郎、ここが、例の卒業生ハウス。でかやばい家。例の卒業生ハウス。ここが卒業生のハウスね。やよい、玄関に首吊りお化けがいる。無害だけど気をつけて。ケイ太郎、うん。無害だけど無害だけど。右腕の方に発信機を仕込もう。サワンは京都に持っていく。右腕に発信機サワンは京都へ。英子、何か違いがあるの？弥生、これを持っていたおばあちゃんが成り代わられていた。イラスト助かる。そして魔王数成り代わり一派の一人が私に接触してきた。ということはこの二人に繋がりがあり情報共有されたと予想でき。もともと奴らの所有物であろう右腕を回収しに来る可能性が高い。逆に左腕を私たちが持っていることを奴らは知りようがない。やよい、右腕は回収されなくてもいいし回収されればなおよい。奴らの情報が割れる。英子、なるほどおー。おい、察しだ。なるほどおー、烈山並館。これでオーケー。オズワルド、例の小学生ですが五体のウワン、強引に奪ってよいのでは。アシラサイド。正体がつかめておらぬ。ドロシーの話では同族だという話だが出方を見てからでも遅くはない。ふ。何のお話をしてらっしゃるの？ドロシーさん。戻して。オズワルド、ああ。君が情報を聞きそびれたお友達のことですよ。
ドロシー、まあ、お兄様たちもあの子に興味が湧きましたのね。オズワルド、いや、僕の興味は腕だけ。何工房さんがどうかは知りませんけどね。オズワルド、さて、御霊の方はどうしますか。何工房、順調に育って入るがまだまだ力不足か。オズワルド、あれは危なかったですね。消されててもおかしくなかった。多少の手助けも必要では。何工房、言ってくれるか。オズワルド、すぐにでも。ドロシー、私も同行いたします。え、お前らも行くの。やはり今日とか私も同行しよう。課長員。そのために学校をお休みにしたんですもの。学校をお休みにした休校。はは。ドロシー、ついでに、京都観光なんかもしてみたいですわ。何工房、わかっているとは思うがあの紙には絶対に関わるな。関わるなよ、絶対関わるなよ。絶対だぞ。当たり前でしょう。あんなヤバい奴に手を出すほどクレイジーじゃありませんよ。ドロシー一派から見てもヤバい紙なの。成り代わり組も関わりたくない紙相手に喧嘩を売って勝つつもりの幼女がいるらしい。オズワルド、クワバラクワバラ。にやり。ドロシーはやらかしそう。やよい、カメラも仕掛けたし成り代わりどもへの対策は万全。そして準備も完了した。やよい、よし。行こう。京都へ。よし。いざ京都へ。京都へ行くし実施するロケン。やよい、レッツゴー。エイコ。ケイタロウ、ストウ。レッツゴー。クル惜しいほど好き。車で京都まで行くのか。運転手一人だと大変な距離では、ケイタロウも免許取れ。エイコ、そういえばやよいちゃん。途中滋賀の列車事故現場の近く通るけど寄ってく。ケイタロウ空房、やよいちゃんのご両親の仇。その痕跡があるかもしれないからか。帰りにお願い。今は愛のことに集中しよう。亡くなったご両親のことより生きている友人のことを優先した。待ってて。愛。愛を助けるために、京都へ。かっけえな。OP 来たー。ここで OP。OP が ED。ここからが始まりだぞという意味の OP ですね。黒塗りの高級車。みんなが一箇所に集まっていく演出いいよね。おっさんなんだ、生きてるのか。シャミコネイジンエイそんなヤーさんみたいな感じなの。神、メギンギンやったな。京都へ。そうだ、京都行こう。俺たちの戦いはこれからだ。そんな地球へ、みたいな。ここからさらに面白くなるところなるところだからに聞きたい。ブローに献身とどっちが早く京都に着くのかな。そのまま ED。ED もあった。OP と ED が連続するタイプの最終回。ザーさん ED がしみる。なん？予告はないけど可愛すぎクライシス。可愛すぎクライシスの CM に助けられるのも最後。最終回もありがとうよゾラくん。可愛すぎクライシス見納めか、今まで光をありがとう。最後までサンキュー可愛すぎクライシス。ニクールありがとうよゾラ、可愛すぎクライシス。お2件目。告知なし。続きやるでしょやるよね。2期の発表ない、けど、楽しみにしてるー。